20世紀日本におけるマーシャルアーツのステレオタイプ。パンタロン姿と派手な蹴り技の多様で認識された。マーシャルアーツは日本語の武芸を英訳した言葉。文字通り武の芸のことを指す。これが転じてレスリング、ボクシングといった西洋文化に根を持つ術技体系以外の憲法、格闘技、つまり、 東洋の武術全般を指す言葉として用いられる。1918年に日本人の手で発行された和英辞典、竹信和英大辞典で初めて使用され、その後西洋で一般に広まった。現在、海外でマーシャルアーツが単に格闘技を指す言葉ではなく、オリエンタリズムと強く結びついた東洋の格闘技と関連付けられることが多いのはこのためである。 ボクシングやフェンシング等は、マーシャルアーツとは呼ばれない。また、近年、マーシャルアーツと、名のついた、同様のエクササイズが多数存在しており、これらの一部愛好者の間で、マーシャイコール格闘エクササイズと認識されているが、これも誤りである。これは、単に、リーボックマーシャルアーツという武道の動きを導入した、エアロビクスエクササイズがあくまで、 リーボックリューブドウという名前で売り出したに過ぎず、これら一連のブドウ、格闘技系エクササイズの故障ではない。アメリカで行われる全米プロ空手フルコンタクト空手アメリカンキックボクシングを、日本では、マーシャルアーツと呼ぶことがある。これは、アメリカのプロ空手チャンピオンのベニー・ユキーデが、初来日した際に、記者会見にいて、私は、 フルコンタクトで戦うマーシャルアーティストだ。と答えたため。また、ゲームなどのフィクションで格闘スタイルとして、マーシャルアーツとある場合、アメリカ軍隊格闘術のことを指していることがあり、例として、ストリートファイター2のガイルや、飛竜の拳のワイラー、ケイトなどが挙げられる。この現象は、劇画作家で、 当時の格闘技界のフィクサー的存在だった梶原一揆が自身の作品四角いジャングルにおいてマーシャルアーツとは米軍が使う格闘術であると解説しそしてこれらの作品で育った世代が今日の格闘ゲームの流星を築いていったかくして英語では単なる普通名詞に過ぎないマーシャルアーツという単語が全米プロ空手などを指すだけでなく このような誤解をも生むに至っている。ありがとうございます。